それでは、ここからは恒例の芸の一問の大喜利コーナー。うさっか、今週バラバラ。いやーね、実はね、ななちゃんのね、曲がかかってる間にですね、とっくんのインターネットがダウンしちゃいましたね。どういうことよ。そうです。すいません。パソコンから、はい、そのスマホにデザイリングしてやってたみたいなんだけど、そのスマホがインターネットに今繋がらない状態になってるらしくて。なんか急に。はい。で、そう。で、今、別のね、携帯電話と、はい、繋げて。そう、そうです。ね。もう一回じゃあ、はい。いきますよ。さて、ここからは恒例の芸の一問の大喜利コーナー。はい、それではここからは鵜飼くんに進行をお任せします。はい、よろしくお願いします。大喜利コーナー、先に来週と再来週のお題を発表しておきたいと思います。では徳君さん、よろしくお願いします。あ、はい。来週6月14日のお題は、雨降りという歌があるんですが、雨、雨降れ降れ母さんが、じゃんの目でお迎え嬉しいな。ピッチピッチチャップチャップランランランの、ピッチピッチチャップチャップランランランのところを、ユニークな替え歌を考えてくださいということです。模範解答は、おでおで詐欺だよ、おばあちゃん。みたいな。なるほど、ね。そんな感じで、ね、どうでしょうか。はい、そうです。はい、お願いします。はい、じゃあ、再来週のお題。はい、再来週のお題、6月21日はスナックの日だそうです。そこで練りに練って、こんなお題を考えてみました。おスナックのママが口説かれた時の生かした断り方というのを皆さんで考えていただきたいなと思います。ちょっと例えばどんな風に？あ、はい。明日受け子のバイトが終わってからでもいい？それ聞いたらちょっとデートしたくなくなっちゃうね。あ、うまい断り方やね。これを考えるのに、はい、今日は1時間以上かかってですね。そうです。すいません。はい、収録が11時40分スタートだったにもかかわらず。さあ、いざ、この大喜利コーナーが始まる前になったら、とっくんのね、インターネットがダウンしちゃったという。そうですね。今、電話でつながっている状況で、特に喋っていただいてます。では、はい、岡井君、よろしくお願いします。はい。はいはい、ということで、来週のお題、雨雨ふれふれ母さんがの後の歌詞は、10日の金曜日まで。で、その後のママの生かした断り方、は17日までに、メールまたはツイッターで応募投稿をお願いします。メールがですね、ローマ字ヨルタワアットマーク gmail.com、 ツイッターの方はですね、ハッシュタグゲイの一問夜のタームレをつけてつぶやいていただければこちらでご紹介いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、今日のお題がですね、ユニークな傘を考えてくださいでございました。はい、じゃあ早速、種川亭山根さん。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。水ことがさ、水ことがさ、雨粒が当たると癒しの音でメロディーを奏でてくれる傘。あ、かわいい。水。水ことがさっていうのかな。水この傘。水金。なんていうのかな。なんか水金傘をね、落とすと、うん、ことのような綺麗な響くっていうね。水金傘。ちょっと僕も読み方わかんないですけど。うん。水金靴のことじゃないですか。うん？ん？水金靴じゃないんですか。水金靴っていうのがある。こう。水滴がこう亀の中に、亀の中にちょっとあるあるある、その微妙なその空洞が開いてて下にでカランコロンみたいな、知らない、が流れる、ちょっと風流な仕掛けですよね。あ、でもそれなら欲しいかも。
その傘はちょっと欲しいかも。いいですね。かわいいな。素敵ですね。ミカエルさん。ありがとうございます。はい。傘を開くと水が降ってくる。嫌いな人に貸してあげよう。水浴びにも使えるよ。嫌に面白い、なんかドラえもんでそんなのあったな、なんか。ね、向きの傘みたいなの。なるほど。ありがとうございます。トライチローさん。ありがとうございます。コンビニで買える普通のビニール傘と思いきや、傘を開くと東京温度が流れる。これはかぶる。これはかぶるだろうな。絶対かぶんねえ。野球ファンね。ヤクルトファンは特にもう傘といえば。ああ、そうか、そういうことか。チャラッチャラッチャってやってますもんね。そういうことか。僕あんま野球、あれ、ヤクルト、そうや、あれですね、傘。うん、やってます、やってます。やってますね。なるほど。すごいな、皆さん、よう考えてんな。兵衛門さん。ありがとうございます。ボタンを押すと、さあ、俺のこいつを使ってくれ、と言って、シャキッと開く。なんじゃ、それ。期待を裏切らないね。期待を裏切らない。夜タワー、おすすめの。はい、田舎の通訳さん。なくしても GPS で探せる傘。おお。ああ、いいですね。これはもうでも開発されてるかもね。GPS 代の方が高いかもね。そうね。面白いこれ、GPS 代が欲しくて探す。なるほど。花道さん、ありがとうございます。ビニール傘のビニール越しに人を見ると着てるものが透けて見える傘。欲しい欲しいな、それ欲しい欲しい。それ雨降りに傘を横にして濡れている人はスケベ。バカですね。雨が降るのが楽しくて仕方がないね、これね、でもこれだって明らかにそれをしてる人分かるじゃないですか。あいつ分からないように見るのがまた技術なのよ。あの傘使ってるぜって、ね、なるほど。ソロジさん、ありがとうございます。骨に LED がついた傘、夜歩くのに安全と思ったらすでに商品化されていました。なのでブドウの木とつるにビニールを貼った傘。方向転換すげえな。貼って切り替えるとかすごいな。切り替えすげえな。なるほどね。なんか実際なさそうだけど、実はあるみたいな傘ってあるんですね。なんかドローンでついてくる傘とかもあるんでしょ。あるらしいね。それは欲しいな。浜田さん。はい、ありがとうございます。松茸の香りと形。たまらんね、これね。たまらんね。ね。使えるのかな、あの形は。ね。はい、ミーヤさん。ありがとうございます。ありがとうございます。雨の量で大きさが変わる傘。おお、なるほど。確かに、僕も大きめなやつね、持ってんだけど。大きすぎてさ、なんかちょっとの時、ちょっとの雨の時に恥ずかしいんだよね。ああ、ちょっと大げさじゃないの、みたいな。そうそう、いいな、それ欲しいな。なるほど。はい。安倍中さん、あ、山根さんと一緒だな。刺したらシャワーが出るかす。ああ、はい。なるほどね。大塚さん。はい。刺せない傘。だけど、人は刺せる。おお、怖。ただし、刺しちゃダメよ。そりゃそうだよ。これ、ただの杖じゃん。あ、なるほどね。でもね、ほら、任侠道の人とかさ、そういう人たちがいるかもね。なるほどね。はい、じゃあ、ここからは一問、どなたか。はい。あ、おー、徳君さん。徳君が、はい。はい、はい、では、失礼します。ボタンを押すと、持ち主自身が傘に変形する傘。何じゃそれ。ということ、そういうこと。持ち主も傘になる。ファンタジーやな。持ち主が傘になるんですよ。もうこれ忘れ物防止で、持ってこいです。ああ、そっかそっか。なんか不思議な世界だね。その持ち主がなった傘は誰が持つの？
持ち主が、うん、まあそこまで考えてない。考えてない。考えろよ。ちゃんと考えろよ。はい、じゃあ他に。はい。はい、じゃあ小坪さん。傘を差すと日サロになる。なるほど。さっきの雨とはの晴れ版ですね。ね。そうです。こんがりいきますよ。ね。日傘だったら逆効果みたいなですね。ですね。はい。じゃあ次、じゃあ小林さん。はい。傘を差すと南極一号が現れて、あいあい傘ができる。こう、ね、早い小林さん、ちょこちょこ南極一号好きですね。やっぱりね、子供の頃の思い出でね、南極一号にすごい憧れを持ってましたからね。うん、傘開いたらブラーンって出てくる。そう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 。あいあい傘がここで、そのままあのホテルに連れ込めるという、ね。ああ、いいな、うん。それで外歩くのなかなかの根性いりますね。そうだね。じゃあ、岡井くん、まず。じゃあ、はい。タルトさんを最後に残そうと。ね。うん、ああ。はい。じゃあ、岡井の方から。筋トレに最適。重さ10キロの傘。鍛えられる。鍛えられる。ね。傘でございます。はい。じゃあ、次はタルトさん。はい。いきます。開けると、切ない声で、囁いてくれるしっとり傘、どうでしょう。なんて囁くの、それは。いろいろと。まあ、そこはもう考えてねえな。あの、支えてほしいことを、それぞれが入力できるのね。そうです。はあ、はい。以上でございます。ね、なんかぐだぐだで、これやばいぞって、編集が。やばいですね。そんな気がします。やばいな。先生、これ朝までコースですね。ね、もう朝になっちゃうよ。まあ、じゃあ編集点を作りましょう。うん、ということで、もう今日はね、途中で特訓がもう本当インターネットにつながらなくなって、急遽、もう昔ながらの携帯電話でね、つなげて、はい、放送したという、はい、うまくちゃんと撮れてるのかも心配ですね。そこはもう皆さん、あの、今回はご勘弁願います。はい。それでは皆さん、また来週。またね。